さんこんにちは、トッティです。今日はダイビングで行くヤビジ特集という内容でお届けしていきたいと思います。でヤビジは漢字で4文字でやえびせと書くんですけれども、これが方言で、やえびせからやえびせやえびせやえびじやえびしやびしやびじ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 という感じで、漢字4文字なのに3文字で発音するというね、方言から由来する面白い名前となっています。宮古島地形というカテゴリーのね、洞窟ダイビングが、メインとなっているんですけれども、それに次いで人気のエリア、ヤビジのご紹介をしていきたいと思います。ではまずヤビジとはというところなんですけれども、場所ですね、宮古島の最北端、橋でつながっている池間島っていうのがあるんですけれども、そこからさらに、ボートで20分北上したところに、周囲約25キロ、大小100以上の、リーフからなる日本最大級のサンゴ礁地帯と、なっています。で日本のグレートバリアリーフと、称されることもありますよという感じですね。周囲約25キロってね、もうめちゃめちゃでかいですね。もう一つの島みたいな感じですね。で、サンゴが隆起して水面ギリギリまでね、ぐーっと盛り上がってきて、できたリーフエリアなので、まあ、島の原型といいますかね、もしかしたらあと3万年ぐらい経つと一つの島に、ね、なっているかもしれないですね。はい。で、ロケーションも含めて楽しめるというのが、見どころにもなるんですけれども、でダイビングで行くときに注目してもらいたい見どころは、まあ、海の中だけではなくて、ボートでね、移動中、行き帰り、ポイントからポイント間、移動中ですね、そこからボートから見るロケーションっていうのももうめちゃめちゃ綺麗でして、ちょっとね、空撮のインサートを見ていただきたいと思います。でね、リーフと海の、際のところですね、サンゴが作り出す白砂の美しいブルーのグラデーションがね、広がっていますと。とても綺麗です。ここら辺をね、走行しているときは、まあ、お客様はやっぱりね、カメラを構える方が多かったりは、すごい綺麗と言ってね、笑顔になられる方が、多い印象です。で、周りに陸地もないので、まるでね、外国にトリップしてきたような、そんな世界がね、広がっていますと。まあ、なので海の中だけじゃなくてね、そのボートの行き帰り、走行中ですね、大人の遠足という感じで、いつも楽しんでいます。はい、では次はどんなダイビングポイントがあるのでしょうかというところなんですけれども、ヤビジでのダイビングの見どころは大きく分けて、3つありますと。で1つ目はサンゴポイントで2つ目は人工物が沈んでいるポイントで、3つ目はみんな大好き大物群れのポイントという感じで、1つずつね、これから深掘って、紹介していきたいと思います。まずサンゴポイント、冒頭でも紹介したように巨大なサンゴ礁エリアなので、サンゴが群生しているポイントが数多くありますと。でバリエーションもあって、まずはテーブルサンゴが多いポイント、ここにテーブルのようにね、たくさん、折り重なってる、ポイントがあったり、枝サンゴが多いポイント、色とりどりのサンゴが見られて、紫、青、黄色、緑とかですね、そういう色とりどりの枝サンゴがこういうふうに群生しているポイントもあって、あとはバランスよくいろんなサンゴがあるポイントで、珍しいサンゴがあるポイントっていうのがあります。ちょっとね、写真見ていただきたいんですけれども、このサンゴですね、大仏サンゴっていうふうに呼ばれていまして、コモンシコロサンゴというサンゴになっています。これですね、これ全部で一つのサンゴという感じで、一体何千年かけてここまで大きくなったんだというね、かなり歴史のあるサンゴという感じで、普通にはね、あまり見ることができませんと。という感じで、さまざまな景観をね、楽しむことができます。でもちろんサンゴが多い場所は、魚も多いので、フィッシュウォッチングもね、同時に楽しむことができます。では次は人工物ポイント、まず沈潜ポイントですね、ポイント名は沈潜タグ、透明度が良い場所なので、船の大きさはね、そこそこなんですけれども、約20メートルぐらいですかね、なんですけれども、
遠目のがいいので遠目からね、遅延線がドーンと目に入ってくるので、すごく迫力がありますよ。で、周りにはお宝もねあったりすることももしかしたらあるかもしれないので、毎回ねお客様と探すんですけれども、トレジャーハンティング的な楽しみ方もねできたりしますよというところですね。で、次に宇宙船が沈んでいる未来15号というポイントがあって、これはですねパヤオといって外洋のね海面に浮かべている浮き魚礁ですね、その浮き魚礁が役目を終えたので、今度は水中にね沈めて水中魚礁として、活用されています。なので、まあ、魚が多くついている、魚も一緒に楽しめるポイントという感じになっています。で、皆さん見たことのないフォルムなので、すごく人気の被写体となっています。まあ、シルエットとかで撮るとね本当に何これ宇宙船ですかっていう感じで、面白いですね。はい、では最後にみんな大好き大物群れのポイントのご紹介に入っていきたいと思います。で、代表的な大物ポイントとしては、まず花台アーチ、ここは浅瀬には茜花鯉とか金魚花鯛がねふわーっと数千匹、まあ、数万匹かもしれないですね、まあ、そのくらいすごく、オレンジ色の、魚が群れている華やかなポイントになっていて、外洋に面している、潮通しのいいポイントとなっています。で、主に、まあ、ロンギンアジがね結構、確率がよく見ることができます。まあ、ぐる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 回るエリアがあって、そこのところにね見に行って、あ、今日はいた今日はいなかったっていう感じで、楽しんでいます。で、他にはマダレイなどもね、たまに上がってくることがあって、中層類とした黒い UFO みたいなのがねポンポンと、あったりしますという感じですね。で、シーズンによってはマンタが通る可能性もありますと。まあ、具体的に言うと12月から3月ですね、潮通しのいいポイントなので潮の流れに逆走して、マンタが通り過ぎていくというところですね。はい。で、大物ポイントもう一つあってですね、ブルーコーナーというポイントになります。で、ここの目玉は何といってもバラクーダの群れ。宮古島エリアで、バラクーダが安定的に見れるポイントっていうのは、2つしかなくてですね、そのうちの1つが、ここという感じで、まあ、バラクーダね単体で1メートル近くの大きさありますんでね、それがまあ100とか200とか300とか群れてるわけなので、ものすごい、見応えがありますよと。まあ、ただ流れがね時としてものすごく出るので結構なね、上級ポイントとなっています。で、潮の流れにね合わせて潮に合わせて入ればかなりの高確率8割9割ぐらいですかね見ることができますと。逆潮の時は出てこないので、まあ、これもタイミングが必要っていうことで、まあ、頻繁には行けるポイントではないんですけれども、まあ、行けばね高確率でこのバルクーダに会うことができますよと。まあ、他にも魚影が濃いポイントで、まあ、ナポレオンとかもね深場の方ぐるぐるしてたりとか、まあ、サメとかも通りかかったりっていう感じでね、まあ、このブルーコーナーっていうのも、闇路を代表するポイントの一つになっています。はい、では次は闇路のシーズンですね、主には3月から8月がメインのシーズンとなっています。で、この闇路っていうのは、まあ、この島影のポイントと違って一旦外洋に行ってっていう感じなので、例えば波3メートルでも外洋の波3メートルと、そこら辺のね島沿いの波3メートルってちょっとね波の規模が違いまして、その外洋の大きな3メートルの波を越えていかなきゃいけないので、まあ、端的に言うと冬場のね風の強い時期っていうのはかなり行くことが難しくなってきます。まあ、なので3月から8月の海峡が安定した時期に行きやすいですよという、ところですね。はい、では最後に闇路でダイビングする時のダイビングショップ選びの秘訣という内容で最後を締めていきたいと思います。で、まあ、前提として宮古島にあるダイビングショップっていうのは伊良部島と下地島に行って、まあ、地形ダイビングを毎日楽しみますよという、スタイルなんですけれども、なので宮古島にあるダイビングショップが闇路に行くっていうのは、まあ、遠征扱いになるわけなんですね。
なのでそもそもその遠征をやっているショップなのかやっていないショップなのかっていうところを見る必要があるっていうのと、まあやっているショップであればリクエストを出してみましょうという感じですね。でもう一つ、どうしてもねヤビジでダイビングしたいんですっていう方に向けた、方法になるんですけれども、池間島のダイビングショップを利用するということですね。先ほど紹介した、宮古島があって橋でつながって北側に最後に池間島っていう、小さい島があるんですけれども、そこにあるダイビングショップは、ヤビジをメインフィールドと、していまして、海峡が許せばね、毎日ヤビジに行って、ダイビングをするという形になりますね。なので、池間島のショップを、利用すれば高確率でヤビジに行くことが、できますよという感じなんですけれども、ただ1点注意しなきゃいけないことがあって、その池間島のショップさん、選ぶショップさんがパンダイビングにどのぐらい比重を置いているのかというところですね。どういうことかというと、シュノーケリングコースをねメインで開催しているショップさんも多いということですね。まあ、なので行った時にシュノーケリングのお客様が多いと、浅瀬でねサンゴを見るポイントっていうのがあるので、こういう先ほど紹介したようなね、人工物ポイントとか大物ポイントっていうのはなかなか行くことができなかったり、するので、まあそのショップさんの、ブログとか、インスタグラムとか、各種 SNS ですね、そういうのを確認して、まあ、ファンダイビングにどのぐらい重きを置いてるのかな、ファンダイビング、どれぐらい開催しているのかなっていうところで、この比重っていうのがね一つのポイントになっています。でしっかり探せばですね、結構ファンダイビング重点比重も置いてやってるショップさんもあって、まあ、シュノーケリングでは、行かないファンダイビング専用のポイントで潜ったりすることも、あると思いますので、事前のね、下調べというのがかなり重要になってきます。はい、今日の動画はこれで以上となります。本日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。今日の動画がね面白かったよ、ためになったよっていう方は今すぐグッドボタン、全然面白くなかったよっていう方はバッドボタン、あと何かコメントありましたらぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。あと僕のチャンネルではこういった宮古島のダイビング情報だとか、あとカメラに関するチュートリアル、あと写真動画に関するチュートリアルだとか、おすすめダイビング機材とかを中心に配信していますので、もしよかったらチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。では次の動画でお会いしましょう。